さあ皆さん、山梨行ってみたいと思います。今日の長文全体像はこちら、和訳と空詞補充、一緒に頑張りましょう。さあ皆さん、第一段落と第二段落でございます。まずは問いの1番ですね。下線部1番の和訳でございます。でその下線部1番というのはここですからね、こちらの検討をお願いします。さあ皆さん、和訳でございますが、店一番先頭、strange、形容詞。で、as、sv と繋がってますよね。で、詳しくは後でホワイトボードで説明しますが、皆さん、この語順に注目ですよね。そうです。形容詞、as、sv。皆さん、本来形容詞はこの動詞の右側にあるはずなんですが、それが皆さん、先頭ですね。as の左側に行っております。つまり、統治が起こってるんですね。でその統治のアズの訳し方、それを知ってるかどうか試しているだけでございます。もちろんそのアズはウニャウニャだが、そうです、反対、対比を示すアズですね。ですから奇妙に見えるかもしれないが、そんな感じで訳していただけるとよろしいかと思います。さあ皆さん、続いて問いの2番でございます。空詞1番と2番はここに書いてますからね。で、こちらで検討をお願いします。で、皆さん、空詞に到達するまでに見ていただきたいのはこちら、between A and B でございます。もちろん A と B の間でいいんですが、between の左側、distinguish。区別すると書いてますよね。ですから、オレンジ色で and を示しておりますので、その左側、language、緑。で、右がダイアレクト、ピンク。これで皆さん区別をしておきますね。で、これも後でまとめますので、今聞いておくだけで大丈夫なんですが、皆さん、between A and B の A と B ですね。そこに対比の関係があるというのは皆さんご存知でしょうか？もちろん、language とダイアレクト、違うものですよね。つまり、対比の関係。で、これを意識できてると、この丸1番と丸2番ですね。ヒントになるかと思いますので、後で使いますね。で、皆さん、空詞1番の前後ですが、language 緑。そして、ダイアレクトピンク。この先ほどお伝えした between A and B の関係がこちらにもつながっております。ですので、この and の前後は反対の関係ですからね。つまり、対比でございます。で、皆さん、対応しやすいのは空詞2番の方かと思いますので、そちらからまずは行きますね。さあ皆さん、選択肢これでございます。まあ何を入れるのかということなんですが、皆さんこのピンクの文型を確認させてくださいね。dialect is ということですから、sv。で皆さん、is be 動詞ございますので、その後ろ、variety のところが保護に当たりますよね。ですから svc ですから、皆さん variety のところで文型が完結しているんですね。ということで皆さん、spoken 以下は m。つまり、修飾語でございます。で、皆さん、空詞2番には、ま、何らかの名詞が入るのは分かってるんですが、当然その左側、by という前置詞があって、空詞2番に名詞。そうです。前置詞プラス名詞で、m ということですね。であれば、皆さん、空詞2番の右側、この someone という名詞がおりますので、その someone の左側に前置詞があるはずなんですが、見ての通り前置詞がないですよね。そうです。M の中で名詞があるので、その左側に前置詞。それがあってくれるといいんですが、まあ残念ながらないと。じゃあそういう場合はどうしたらいいんですかというと、その時に使えるのがこの someone と左側の名詞。それが同格であるというサインなんですね。で、このあたりも後でまとめますので、今聞いておくだけで大丈夫です。ですから、空詞2番とサムワンが同一人物。で、もちろんサムワンは男性か女性かわからないので、he もしくは she を使っていただけると OK です。もちろんサムは単数形ですから、they は使えませんからね。で、あとは形の問題ですが、皆さん、この左側には by がいますので、もうわかりますね。前置詞の後ろは目的確にすればよろしかったはずでございます。ですから、空詞2番の正解は him もしくは her。それでバッチリです。さあ皆さん、続いて空詞1番の方でございます。
まあ、もちろん空詞の右側は speak という動詞がございますので、ここに入るのは主語。まあ、じゃあどれを入れるのかということなんですが、ヒントはこのオレンジで書いた and。先ほどbetweenのところでもお伝えしましたが、and の前後は対比。で、その対比を示すときにどんな代名詞を使うんですかと言われたら、正解は we ですね。そうです。we は対比を示すんですね。ただそれをご存じないという方は結構いらっしゃるかと思いますので、この後ホワイトボードで解説しますね。サメさん、お疲れ様でございました。先ほど出てきた情報の中で次につながる情報ですね、まとめていきたいと思います。まずは左上、接続詞の as。 まずは語順に注意してくださいね。括弧1番 as sv、 つまり我々が普段よく見かける as と言われたらこの語順でよろしいかと思います。で、その時の訳し方、大きく分けて4つありましたね。1つ目は時、つまりうにゃうにゃする時とかうにゃうにゃすると。そして2つ目は理由、うにゃうにゃなので。で、3つ目は比例、うにゃうにゃするにつれて。で、最後は様態、うにゃうにゃのように。大きくこんな感じでいいかと思います。で、実はこの4つに共通していることが実はあるんですが、例えば時や理由で説明してみます。で、まずは1つ目時。皆さんは一生懸命勉強すると成績が上がります。理由もそうですね。皆さんは一生懸命勉強したので成績が上がりました。これ皆さん、比例も様態もそうなんですが、共通点は皆さん順接でございます。やっぱり比例もそうですね。皆さんは勉強するにつれて成績が上がります。やっぱり順接ですよね。で、当然順接があれば逆説がありますよね。つまりうにゃうにゃだが、そうです、皆さんは一生懸命勉強しましたが成績は上がりませんでしたということも皆さん稀にございますので、順接があれば逆説もあると。で、その順接は普通の語順、つまり as sv の語順で OK ですが、逆説の意味を出すときにそれと同じ語順、つまり as sv でやってるとですね、この違いの判別に時間がかかってしまいますので、逆説の場合は語順を変えるんですね。それが先ほど出てきた統置でございます。 strange as 点点点ですね。つまり今回は形容詞を先頭に持ってきて、その後 as sv で、もちろんうにゃうにゃだが対比でございますので、これ皆さんいろんな動画でお伝えしてますが、対比はよく問われますからね。で、今回山梨大学はこれを通ってました。そして二つ目の星印、between A and B。これは皆さん A と B の間で訳して終わりではもったいないですよ。A と B の関係は対比の関係でございます。もちろん先ほどお伝えしましたが、こちらに例文書いてみました。between boys and girls。見ての通り男の子と女の子ですから正反対ですね。そして一番下の星印、同格。これをどうやって判断するのかということでございます。で、例文、先ほどの文章をそのまま拝借いたしました。で、皆さん一番先頭はダイアレクト主語。で、is という動詞がいますよね。で、皆さん B 動詞の右側は保護。で、皆さんこれで SVC、つまり第二文型で文型が完結しております。ということで皆さん、それよりも右側は M、つまり修飾語と呼ばれる部分ですね。で、皆さんその M の中で今回 him ということですが、名詞がおります。で、皆さん当たり前ですが、名詞の左側には by という前置詞がいますよね。そうです。前置詞プラス名詞は M。ですから本来この someone という名詞の左側にも、まあ、つまりこの辺りですね。前置詞があればいいんですが、前置詞がないな。そんな時はこれですね。こちらでございます。M の中で名詞の左側に前置詞がない場合。M の中で名詞の左側に前置詞がない場合ですね。で、そういう場合に同格、つまり someone とその左側の him ですね、これが同じ内容、こういうふうに皆さん同格と判断するんですね。ということで、ひとまずまとめが終わりましたので、これを定着させていただくために復習しやすい画面に書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットをする方はどうぞ。で、この後皆さん画面の右側ですね、皆さんの指などで隠していただいて、で、丸1番から丸15番、そこに入るべき表現をスラスラ言えるようですね、活用していただけるとよろしいかと思います。では、次の画面に行きますね。さあ、皆さん最後はこちら。先ほど we が出てきましたね。これは our とか us でも同じことでございますので、意識しておきたい点ということでまとめておきます。まずは括弧1番注目。先ほどコメントしました通り、対比関係を暗示してるんですね。で、わかりやすいよりちょっと例文ご覧くださいね。God sees everything. 神はすべてを見てます。で、すべてってどんなものっていうと、we do. 我々がしていることすべてですね。それを神は見ている。で、訳し方はこんな感じですね。神はすべてをお見通し。
もう少し直訳すると訳し方2番目ですね。神は私たちがすることを全て見ている。でいいんですが、 We は対比であると。つまり God と We ですから、単に私たちと訳すよりかは神との対比を意識すれば人間という訳し方は最適でございます。で、実は神と人間、これは対比関係になるというのは実は品質なんですね。そして動物と人間の対比関係、そして機械と人間、このあたりを意識しておくとどこかで役に立つかと思います。ということで、定着させやすくするために画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。というと、先ほどと同じようにこういう感じで活用なさってくださいね。では、チャンネル登録もよろしくお願いいたします。